久保さん、辛抱の棒にしましょうか辛抱うんあの耐えるというか辛抱するというか抱く抱き枕と <laughs> <laughs>、うん、あのー なんかね昨日だったかな、ノウハウコレクター、2年ノウハウコレクターですっていう方からまたお悩みいただいたんですけど、なかなか行動できないみたいなね。で、まあ、よくまあフレーズとして、やっぱ環境大事だよねっていう話をしてたんですけど、うーん、まあ、ぶっちゃけ言うと、環境ももクソもないんですよね <laughs> 要はその、まあ、今回のテーマは抱くなんですけど、 自分がこうなりたいなっていう本気で心の底から思ってるんだったら深く考えて深くそう思ってるんだったらまあやるじゃないですかどん,な劣悪などんな劣悪な環境でもやるしやるんですよだから僕はねその本当にお金稼ぎたいのかなって思うんですよねいつもやらない人を見ると本当に 心の、まあ、沢さんが深く後悔して深く反省して深くなんちゃらやればほぼ成功できると思うよみたいな、もうまさにそのタイトル通りなんですけど、なんかね、浅いんじゃないかなと思うんですよね。だって深ければやるじゃないですか。うーん。なんだろうな。 例えばまあ今回その入学シーズンとか卒業シーズンだったと思うんですけども本当に好きな子がいてね本当に心からめちゃめちゃ好きな子がいてまあ毎日その子を抱いてたとするじゃないですか思い描いてたとするじゃないですかで卒業式で別れるってなった時にあなたはどういう構造をとるかっていうと本当に心から好きだったら多分アタックすると思うんですよね思いを伝えると思うんですよだってその思いを伝えなかったらもう一生その 会えなないいかもしれないでも好きっていう気持ちはあるとでも卒業するでも別れる卒業して同じ違う高校に行ってしまうもう会えないかもしれないってなった時に僕は多分まあ全員ではないかもしれないけれども何かその手紙を、まあ、恥ずかしいんだったら手紙書くとかねなんかアクションは取るんじゃないかなって本当に好きだったらね でそれを伝えなななないいいっていうののは本当に好きなのかなみたいなどうなのかなみたいなね <laughs> まあ好きに酔いしれてるんだったらまたあれかもしれないですけどその好きでその子と何か LINE をしたいとかねその子と電話したいとかこれからも交流したいと思うんだったら必ず卒業式にちょっと LINE 交換しようぐらいはすると思うなんか言うと思うんですけどねだってその連絡網が立たれたらもう会えないわけじゃないですか。 多分本当に好きだったら多分勇気振り絞っていくと思うんですけどね。マジでガチで好きだったら。うん。でも、あのー、付き合う、まあ全員じゃないかもしれない。全員ではないんだけども、その男と女の関係って、その付き合うっていうのが、まあ、人生の中では、まあ、あるとは思うんですけど、多分そのき男と女が付き合うその過程の中で、そういう経きは、 結構物語の中でよしよしあるんじゃないかなと思うんですよね。好きだから告白するっていう。でも好きじゃなかったら告白します好きじゃなかったら告白しないですよ。<laughs> まあ告白慣れしてる人だったら別かもしれないですけど結構告白するのって勇気いるじゃないですか。でもその勇気を振り絞れるの理由があるとするならば本当に好きだからですよね。なんだろうな。告白して こあの断られたら嫌だなとかそういう気持ちもあると思うんですよそれでもトライする理由っていうのは本当に好きだからじゃないかなとは思うんですけどね抱いてるその女性を思い描いてる抱いてるからそういう行動が取れるんじゃないかなと思いますけどねうんいってらっしゃい